ようございます、こんにちは、こんばんは、グリーグアナでございます。よろしくお願いします。いきなりこの声、失礼しております。ちょっとね、喋りすぎてしまいまして、喉をやっちまいました、お聞き苦しい点ね、多々本当にあるかと思いますが、ご了承くださいませ。このね、お聞き苦しい声でどうしても動画を撮りたかった、リーディングがしたかった、それはなぜ、8月4日の金曜日、本日なんですけれども、1年の中でも特に注目していただきたい大開運日なのでございます。もうそれはね、喋る、この声で喋りたい私。ちょっとね、ここで詳しいことをべしゃるとまたね長くなっちまいますし、声もねカスカスにどんどんなっていくと思いますので、聞こえやしねえってことでね、ちょっと概要欄みたいなところでね、ちょろちょろっとこんな日なんですよっていうことを書いておりますので、ぜひね、お手数なんですけど、そちらをご覧くださいませ。あとね、きっと綺麗な声で解説してくださってる動画なんかね、 YouTube にたくさんあると思いますので、そちらを見ていただいた方がね良いのかなとも思いますが、まあまあ、イグアナ的にね、イグアナ的に簡単に言うとですね、一粒万倍日、天赦日、母相日、月徳日、月徳日とも読む方がいるかな、という4つもの開運日が重なっておりまして、そこにドンとね、大安という奇跡的な巡り合わせとなっとるんです。もうね、ざっくりとなんですけど、この日に始めたこととか新しいチャレンジなどっていうのは、後々何倍にもなって帰ってくる、戻ってくる日なんですね。で、人生の新たなスタートを切る日として、ね、この日を活用するのもおすすめでございます。今ずっと何か始めようと思っていることがあったり、なんとなくなんかやりたいな、始めたいなと思っておることがありましたら、これね、8月4日のスタートゥン、おすすめでございます。なんですかね、思い立ったが吉日とも言いますので、そんなね、わしはわしが決めた毎吉日で行くっていうお方もね、いらっしゃると思いますけども、それはそれで本当にありでございます。どうしようかなっていう、いつから始めようかな、このままだとなんか3日たち、3週間たち、3ヶ月たち、あら始めなかったわっていうね、こともね、私よくある人なので、もうね、そういった同じ感じのね方、同じにすんなって感じでもあると思うんですけれども、ぜひね、こういった日っていうのを活用して、未来にね弾みをつけていただけたらと思います。ではではですね、早速ちょっと始めさせていただきたいと思いますが、この大開運日にですね、ちょっと見させていただきたいのが、これから起こる神展開、ちょっとね、神の展開を見ていこうではございやせんかということで、イエーイですね。で、こちらでも切っていきますね。オラクルカードさんなので、よいしょ、これが結構大きめでサクサク切れないのが私の悩み。はい、叶えたいことだったり願いだったり、ちょっとポジティブなね気合を私イグアナに送っておくんなましいということで、皆さん思い描いてください。もうね、願いだったり叶えたいことだったりが叶ったという、そのね、パラレルにいてくださっても、そのね気持ちいい感じのままに気合を、ここで気合です、気合を送っていただけましたらと思います。よし、広げるぞ、広げていくわよ、よいしょよいしょ。結構ね、マッキングがね素敵ですよね。なんかすごい揺れる、すごい揺れてる、
失礼いたしました。カードさんたちもワクワクでございます。いやいい日にね、いい日になれということで、スタートもよくてその先も良いというね、すごいいい日なので、やっぱりね、思い切りっていうのもね大事なのでね、特にあの日こだわらないよっていう、またねさっきも言ったように、あの毎吉日で言っていただいて、あの全然大丈夫ですので、ちょっとねせっかくならね、いい日に始めていいじゃねえかっていうね、そういうね気持ちもこうありつつ、ちょっと確認いたしますね。本当に声がやばい、大丈夫かしら。いいかな、ちょっとこっち、これ気持ち寄ってきて、はい、気持ち寄ってきましょう皆さん。はい、気持ち寄った、はい、気持ち寄った、はい、OK でございます。それではポジティブな気合をお願いいたします。私のねちょっとねおしゃべりとねこの声がねうるせえってなもんなんですけれども、もうね、そこにあの負けじとこう送ってください。私もあの負けじと受け取りますので、で参りますね。まず選択肢1選んでいきます。強い、ここかな、こちら、重なってた、OK、こちら選択肢1でございます。よし、では続きまして、選択肢2選んでまいりますね。そのまま気合をぜひ、あら早い、待ち構えておられましたかね。早い、あーすごい、これはこっちにしようかな。滑ってしまう、大丈夫かな。はい、それではこちら選択肢2でございます。では最後選択肢3参ります。ごめんなさい、触っちゃった。端っこが端に行きます、こちら、ここ、はい、では選択肢こちら3でございます。はい、ちょっとねこれをね形いたしまして、はい、ずっと、はい、こちらですね、選択肢1,2,3でございます。あの絵柄見ずに選びたいよの皆様、今こちらでぜひ選んでください。はい、いかがだったでしょうか。それでは力めくっていきますね。はーい、いでよ、おー、きれい、鍵穴かな。あ、でもこれ人出れますよね。もう道ができ、あ、ここで読み始めてしまいそうね。はい、それでは選択肢に、はい、では、おお、かっこいい、すごい、あ、きれい、すごいですね。お月様のパワーを十分に受けて、あ、でも月できてる。あら、22、はい。勝手にね興奮しだすんでね、どんどん声がかすれていくかもしれない。はい、最後に選択肢3、はい、参ります。あら、おやおや。ちょっとねこう受け取れる方はもうすでに受け取っちゃってるかもしれないぐらい、ハート、
ホーム。あらあら、ちょっとちょっと神展開、神展開ですからねこちら。あら皆さん、ちょっとワクワクな展開が待っているんではござらんか。はい、それでは一度浄化していきます。はい、いきます。選びたい派の皆様、今、はい、すいません、邪魔しちゃったりしましたかね。選んでいただいてお願いいたします。大丈夫かな。では早速ね、選択肢1から13から見させていただきます。ちょっと準備しますね。一旦失礼します。はい、お待たせいたしました。選択肢1でございます。大開運日ということでね、ちょっといつもより多めにカードを広げております。はい、ね、そんなことよりも声が気になるっていう感じなんですけれども、次のね動画の時には治ってたらいいなということで、さてさて、ではね、これから起こる神展開でございますが、まずね、ちょっとこちらのオラクルさんからのメッセージなんですけれども、ちょっとね、予測不可能なことが起こっていましたかと。うん、軌道に乗ってて、もう勢いもあって、もうね、順風満帆みたいな感じだったけど、突然ね、こう壁が現れたみたいな、そう、そんな感じだったりしましたかね。このね、壁がね、なんとね、天の意志だったんだよっておっしゃってます。うん、このね、壁のおかげで経験できたこととか学べたことがありますよねっていう風におっしゃってるんですけど、だいぶちょっと大きくきましたね。うん、もうね、でこの壁の向こうでは爺さんの夢がですよ、現実に向けて動き出していますっていう。でもうね、神展開来てますね。うん、なんかね、もう自分の体感なんですけど、すごく大きい幸運が起こる前ってちょっぴり不幸だったりしませんか。なんでこんな何もかもうまくいかないんだろうみたいな、タイミングも合わねえし、なんか出会う人なんかだしみたいな、そこでこうなんかシュンってなったままだとあれなんですけど、なんかね、すっごいいいことが起こる前ってなんか一回こう弾みつけてますみたいな、一回しゃがみましたっていう、大きくジャンプするためにみたいな、なんかね、そんなことがある気がする、私だけでしょうか。なんかカードさんもなんかそんな感じですごい言ってるんですよね。もうこう広げた時にワンドをと思って、すごくないですか。ワンド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 フーみたいな、これはね、なんかすっごい力強いものが来ている。このね、ワンドっていうのがですよ、火のキーワードがこう火なんですけれども、でワクワクドキドキみたいな、高いテンションとかノリとか勢いとかクリエイティブ、うん、この熱いものがすごい来る。そうで、この神展開なんですけど、体力とか気力っていうものがもう充実していて、成功を手に入れると、もう成功を手に入れることが決まってるみたいな、そんな感じでおっしゃっていて、なんかね、もう将来への期待大みたいな、で発展とか物事がすごく良くなっていくので、発展なので、今されてること失礼いたしました、今されていることだったり、8月4日にこう始めたものっていうのは、本当になんかスルスルとね、よく良い方向にこう転がっていくみたいな、
ね、あのすごいね、このカードさん真面目、すごい真面目なんですよね、私が持ってる中でも。でこの神展開っていうのは必ず起こるので、それに対してすごい、これ気をつけといてねみたいな、こういうことするといいよっていうの すごいね、あのペチャクチャ喋るみんなが、ちょっと一個ずつ一個ずついくよって。で取捨選択をした方が良いですと、うんうん、で無理に進まなくても大丈夫、一人でやろうとせずに分担したりね、周りに頼んだりするとより良いみたいです。やっぱりこう視点を変えてくれるというか、うん、その進むべき方向が間違ってるわけじゃなくて、アプローチの仕方ってもっとこうすると簡単だよみたいな風にこう教えてくれたりっていうのが、もう良きタイミングでもらえそう、そういうアドバイスを。もうね、時は来たっていう感じなんですよね。うん、一山が光となって進んでいく、もうこの道ができてる。でお金に関してもすごいなんかね、いい知らせがやってくるので、うん、ちょっと視野をね広げといてくださいと。なんか偏った情報っていうのに振り回されることがどうしても出てくるみたいなんですね。もうね、今ね、いろんな情報がね溢れてますので、仕方がないのかなってなるんですけど、一つのこう情報に頼らずに、いろんな情報にアンテナを張っておくと良いかと思います。やっぱそこでもこう一人でね、情報収集とかしてるとね、大変なので、もう適度に周りを頼られてください。で、うんうんうん、あれ、ちょっともう目標に向けてすでに動いてらっしゃいますかね。なんか前進というか勢いのままに進まれて OK ですみたいな、うんうんうん、ちょっと頑張って進んでいるんだけど、来たんだけど、私何を望んでいたんでしょうかっていうふうにこう自問自答している感じでしたら、紙にね一度こうつらつらと書き出していくと良いかと思います。大きいね目標、大目標に向けて優先順位みたいなのを決めて行動を取れると、すごい加速度的にね転化していきそうなので、うんうん、状況っていうのがどん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 ね好転していくんですよね、これ。あ、すごいすごい。うん、もうやろうと決めたこと、やっぱ紙に書いたりとか、もちろん頭でね思い描くことでも良いんですが、一さんのもう好き勝手にやっちゃう、もうやっちゃおうって決める。で決めたらもう書いたらそれについてもうごちゃごちゃ考えないみたいな。で想定が今までやったことない、いやこのやり方はちょっと非効率じゃないみたいな風に思ってたことをあえてやってみると、それがこう案外うまくこういくピースだったりする。もうこれまでちょっとそういうやり方っていうのは自分には合ってないかなみたいなものが意外とねしっくりきて合ってたみたいな、なんかねそんな感じがいたします。うんうんうん、ちょっとね強烈な幸福っていうものが入ってくるので、もうなんか片鱗見えてるのか。あ、でもそうか、今ちょっと大変かな、うん、最初にも言ったけどちょっとね壁、あ、でもねもうね壁ぶち破れますよ、うん、もう壊れてるぐらいもある。もうワンパンでいっちゃってください。ちょっとねこれいいですよね。でドゥエなんですけれども、神展開ということで、神のね使いおみくじさん、ちょっとね引いてね、さらにこうどういった面で幸運を唱えちゃう、幸運をって、ね、もう幸せであろうのに、もうこれだけワンド着てたら燃えてますよね、テンションマックスだと思う。ほら
あ、またもうほらすごくない、清流さん来た。え、清流さん来ましたよ。意志強くおごることなければ竜の追い風を受け天に昇るかのように出世せん。え、すごい、ご利益、金運上昇、開運、強運。え、やば、すごい。え、あやかります、あやからせてください。いちさんありがとうございます。いや、竜がついてたら大丈夫よ、これもう決定よ、何もかも良い。あー、大幸運日、すごいわ。いや、いちさんの今までやられてたこともきっとねすごいんだと思います。おめでとうございます。万歳します。これ万歳だな。ちょっと私一人でやりますね、勝手に。失礼いたします。万歳万歳万歳、おめでとうございます。もうこんなねお聞き苦しい声でね、こんなねこと言っててどうなんだって感じなんですけれども、もうね良い未来がすっごい降ってきたので、もうご安心なさってください。ご安心なさってください。もう大丈夫だよってご自身もこれ感じてることがあるかもしれない、これだけ強いと。 ありがとうございました。すごい、私が幸せ。ありがとうございます。ワクワクドキドキで進まれてください。失礼いたします。はい、お待たせいたしました。選択肢2でございます。ちょっとね声の方が終わってきておりますけれども、元気いっぱい読んでいきますのでよろしくお願いいたします。すごいね、うちの子供が元気、はい、私の元気をね増幅しております。はい、それではまずねオラクルさんがね言うことにゃなんですけれども、まずちょっとね解説書の方をチラリチラリと、読んでいこうかなと思います。こちらね結構ねしっかり字が書いておりますので、気になる方もしよろしければ動画ね一度止めていただいて読んでいただけたらなと思います。これ私パッと目に飛び込んできたところが、人生に愛されるっていうところがすごいバババって入ってくるんですけれども、あなたに差し出されている贈り物が見えますかと。愚者の抱擁に身を委ねれば真実が愛と思いやりであなたと包み込んでくれるでしょう。あなたは何か大切なことを学ぶのです。丸ごと受け入れることで見つかるでしょう。今もこれからも全てがうまくいくでしょう。はあ、もうすでにちょっと神展開の片鱗が見えちゃござんせんでしょうか。ね、私今カードをね開いてバッと見て、もういきなりねカードさんが神展開これやでっていう風におっしゃってて、あ、いきなりと思って、なんかねこうまあ、あと読んでいく中で、あ、何が起こるのかしら、ワクワクっていうことがなく、これやでって、もう2、3に起こる神展開、これやでっていうふうにおっしゃってくださってて、本当にね、私の喉をカードさんが気遣うという、ここに来てありがとうございます、カードさんたち。いつも助かっております。早めのね、パブロンじゃなくて早めのリーディングをしろということでしょうか。ちょっとね、雑談多めで失礼いたしました。で、このね、2、3、これから起こる神展開なんですけれども、心が通じ合うお相手様と出会えそうです。出会いですね。もう相性がよくて、出会った瞬間からですよ、好意があって、もうさらに気持ちが通じ合っている。いや、すごくない？いきなりですよ、なんかこの方と会ったことあるかなぐらいの感じ、ビビビッとくる。もうなんか先々のことまですぐ思い描けちゃうみたいな、この方とも目が合った瞬間。
でもしね、今から出会うっていうふうにお伝えしたんですけれども、今ももうすでにパートナーさんいらっしゃいますけんどもということでした。その、ね、方がねもう完璧なお相手様なんじゃないかなと思います。素敵なね出会いの可能性がありまするぞ。でそれがちょっと人に限らないですね。仕事であったりものかもしれない。ちょっとね深呼吸しましょう。スーッてこう、はい、吸って吸って吐いて、はい、心にねゆとりを持ちましょう。ちょっと心のね隙間をね開けておいて、そこにちょっと収まってねもらいましょう。ああすごい。でさらにさらにこれね目標とか夢とかがね明確になって、具体化していくって、このね出会いによってですよ、この方と出会うことによってより何が大切で何がこうそうじゃないかっていうのが分かってくるんですよね。もうすっごいクリアになっていく。で執着っていうものがなくなるというか、2,3 の中で消化ができていく。あ、これはいつか使うかもしれない、この方とつながっていたら、こうなんですかね、言い方は悪いですけど何かこう役に立ってくれるんじゃないかみたいな、まあ反対でもいいですけど、自分はこうこの方とねつながっていることで何か役に立てるんじゃないかみたいな、まあでも普段全然連絡しないし向こうからも来ないしみたいな、どうしようかなっていう、その無駄じゃないですけど、それを考えてる時間、今まではこうなんか気になって考えてちょっと時間が取られていたものが、そういったこう執着みたいなものがなくなっていく。もうはっきりと自分のために自分の時間が使えて、自分の目標に向かってきちんと進んでいく、なんかねそういったことがねどんどん展開していくようです。でお金の面でもですね、ちょっと安定してきますよ。これ今がね全然大変とかそうではないんですけれども、ちょっと大変かな、もしかしたら。お金の面でもねすごく安定なので、こうどっちゃりこうみたいな、もう溢れんばかりにっていうよりは、もうきちんときちんと必要な分がちゃんと入ってくる。で使うものも使うもので、きちんと使わなければいけないものにきちんと使っていく得るようになるというか、すごいね、お金の流れもいいです。なんかね本当にソウルメイトとかね、簡単に言っちゃうとあれなんですけれども、本当なんだろう、支え合っていけるし、自分の目標みたいなものも一緒にこうなんだろう、一緒にやっていってくれるし、お金の面でもよくなる。ラッキーパーソンみたいな言い方あるのでしょうか。どちらともね、この出会いによってすっごい展開していくんですよ。すごいすごい。で今ですね、よく寝てよく体を動かしてください。やっぱりいろんなことが展開していくことによって、どうしてもねストレスっていうものが知らず知らずのうちに溜まっていってしまいますので、そこをね私は体を動かした方がストレス発散になりますっていうことでしたら、もうガンガン体動かしちゃってください。ね、いや私はゆっくりお気に入りのね動画とか見ながら、チャーシュー巻きながら
ダラダラするのがストレス、最高のストレス発散ですということで、もうそちらでね、ぜひぜひ自分なりのストレス発散方法ですね、人からねこれおすすめだよって言われてやってみたら逆にストレス溜まりましたみたいなことが結構あるので、ご自身のストレス解消法みたいなものもね、これを機会にちょっと見つけていただいて、それ実践していただければと思います。でですね、すごいね、なんかもう綺麗、ほらご長寿のウミガメさん、ご金運もかなりいいですよ。芸術的美的センスみたいなものがですねアップしていきますので、ここをこううまくコントロールというかしていけたら、なんだろう、作品アートに、ちょっとねこの8月4日大幸運日をちょっといい機会にしていただいて、なんかアートとか挑戦されるとサクサクってこう賞とか取っちゃう感じなんじゃないかなと思うんですよね。すごいこう、セレモニーみたいなそんな感じがします。段階をねどんどん踏んできちんとやっていくと形になるので、でその全てをね2、3が背負ってね全部やらなきゃ、あれもこれも私がやっぱりリーダーシップ取ってやっていかなきゃっていう風に思わなくて今全然大丈夫です。なんかもちろんね 100% それにね注ぎ込むっていうのは本当大事なんですけれども、もう8割ぐらいかな、なんかそれぐらいの力で進められそう、サクサクっとこう良くなっていっている、安心してゆったりこうブランコ漕いでるみたいな、なんかそんな感じがすごいしますね。あら、良きじゃないですか。ちょっとね今日ね神展開ということで、最近によく使ってる神の使いおみくじさんで、さらにちょっとメッセージをいただけたらなと思います。いいね、最高の出会いですよこれ。やっぱりね自分一人で何でもこうできちゃう世の中だと思うんですけれども、そこに強力なねサポートしてくれる方がいると安心がさらにこう力になって、よりこう頑張れるみたいなところがねありますのでね、どんどんこのね方をね頼りましょう。多分すごいいい力とか貸してくれる。ほらごめんなさい見せてなかった、ほらとか言って、はい、来いよ。自ら進みて難事に当たるのが吉、辛抱、石に集まり、なお、もう本当に漢字が苦手ですいません、特防縁でしょうか、ご利益、商売繁盛、財福、諸願、成熟、これ前も、これ前回の動画でも出た、アイスっぽい切ってるのに、よっぽどですね、よっぽどやっぱり財をなす、2人で財をなしていく、意味深、愛も財も最高ですね。ありがとうございます、めっちゃ幸せな未来見えた。無理はなさらないでくださいね、本当に無理せずこれサクサクっと展開していきますので、流れのままでやっていただいて、はい、大丈夫ですので、見させていただいてありがとうございました。本当もうね聞き苦しい声で失礼いたしました。次の動画では声治ってたらいいな、ありがとうございます、失礼いたします。
はい、お待たせいたしました。選択肢3でございます。ちょっとね、声の方がおかまさん極めてきておりますけれども、元気で乗り切ってまいりますので、よろしくお願いいたします。まずね、オラクルさんの方からメッセージをいただきますね。ちょっとね、解説書読んでまいりたいと思います。これね、解説書がかなりしっかりしておりまして長いので、もしよろしければね、ポチリと動画止めていただいて、気になる方読んでいただけたらなと思います。これね、愛の本当の形っていう風にメッセージが来ておりまして、自分の居場所がないと感じ始めたら心の故郷に帰る時です。これがあなたの本当の家です。あなたの魂が宿る静かな場所に呼び戻されているのです。あら、ハートホームだそうでございます。あなたの愛で全てを洗い清めましょう。批判や先入観を捨てて、あなたの心、スピリットの優しさで満たしてください。なんだかね、とってもメッセージ性というかね、強いものを感じますが、ここでね、こちらのカードさんたち、今日気持ち多めにカード出しております。ちょっとね、こちらからね、もうね、見ていきたいなと思うんですけれども、目の前のことをね、しっかりこなしてこられたと思いますので、一見ね、こう地味に見える作業っていうことが やっぱり一番大事だったりするんですよね。さんさんがされてこられたことが、しっかりこう根を張って大きく成果を広げるところに来ておりますね、これ。本当にご自身がね、努力されて居心地のいい場所っていうのをもう自分でね、こう作っていったというか、もうされていったんじゃないかと。すごく、なんだろう、人のために、自分のためにっていうよりは、自分にとってこう居心地のいい場所になんか結果的になっちゃったみたいな。私は自分のことだけ考えてたんじゃなくて、こうみんながね、より良い場所で気持ちよく過ごせるようにっていう考えてたことが、結果としてこう自分にとってすごく居心地のいい場所になったっていう、すごいそんな感じがいたします。もうね、十分に場は整えられておりますので、これ以上ね、細かい追求とかね、していかなくて大丈夫ですよ。ちょっとね、調整するぐらいで大丈夫かなと思います。で、駆け引きなんかももう必要ないのかなと。これね、ちょっとね、すごいこうカードネさん自体がめちゃくちゃ綺麗なんですけど、この方たちね、すごいきっちりしてるんですよ、性格が。で、結構強めメッセージ、強めアドバイスで来るんですけど、このね、モチーフ見えるかな、よいしょ、こちらね、光っちゃった、すごい今ピカッと光りましたよ、ここが。こちらなんですけれども、私勝手にちょっと鳳凰さんっぽいなっていうね、ドラゴンっぽくもありっていう風に思ってる感じなんですけれども、もうね、いきなりちょっと噛みすぎる展開っていうのが、カードさんからのメッセージとしてあるんですよね。これすごいですよ。とても豊かになっていく、物質的、まあ、分かりやすく言うとお金ですよね。もうその物質的なものも経済的にも満たされて、人望もあって、人気があって、環境にも恵まれています。いやー、これはもう神よ、神のおぼし示しって感じだった、失礼しました。もう畳みかけるようにいいんですけど、これね、三本で選んでくださった方が本当頑張ってこられた結果だと思います。もう意図せず降ってきた、湧いてきた幸運とかじゃなくて、しっかりしっかりこれまでね、地道にやられてきたことに対して、ちゃん
と帰ってくる、もう心にも物質的なところでも満足のいく結果がもうきちんとこう起こっていく。でこれね、ほんとスムーズに展開していくと思います。止まらない、良きものが止まらないって、もうどっちゃりこみたいな感じですね。でこれいいことがどんどん降り注いでいくことに伴って、やることっていうのもやっぱりどん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 増えていっちゃうと思いますので、肩こりとか腕こり腰こりちょっと用心なさってください。今ね整体をぜひ予約されてみてください。頼りましょう、そこプロの手必要です。はい。で協力してくれる方っていうのもきちんといますので、一人でね抱えずに、もうやっぱりね自分のことは自分でちゃんとしなきゃいけなかったのっていうのがすごい来るんですけれども、大丈夫ですよ、取られたりもしないですから。人を頼る、すっごいねいい人がサポートにこうついてくれる。もうね一人ってほとんどこれカード様の一人じゃないんですよね。うん、やっぱり誰かのためにっていうものを思って行動されてね、きてたと思いますので、やっぱそのことに対しての返ってくるものも大きいんですよね。人から返ってくる、うんうんうん。で三三がねがねとか言っちゃった、何事もまるっと受け入れて見守っていける心の広さがこう備わっている、もう備わっているんですよね、うん。で周りにそれは対してだけじゃなくてご自身に対してもなんですけど、これまでねなんか執着みたいなもの、どうしても手にしたものって離したくないし、こう手放すの怖いじゃないですか。いつか使うかもと思って取ってね置いちゃったりするんですけど、軽いもので言うとね包装紙だったりね紙袋だったりなんですけど、もっと大きいもので言うと何だろうな、人へのこう愛だったりするんですかね。その執着みたいなものがあって、そのなかなかね手放せなかったものがですよ、ここに来てこうストーンとねつきものが落ちるみたいにふわーっとこう手放していけますので、でその手放した先の神展開、こちらねあると思います。これ誰だっけ、あると思いますって言ったの、まあどうでもいいか、うん。ね、本当に良き神展開どんどんこちらね起こっていくと思いますので、ぜひね8月4日意識していただいて、さんさん自体はずっとやられてたことがあって、それがもう実を結んで花開いていく展開だと思うんですけど、さらに何かプラスでやりたいなとか、これやっといたらよかいいのかなって思うものがあったら、本当弾みになりますので、それねぜひされてみてください。もうやってきたものっていうのがどんどん返ってくるフェーズに入ってますので、うんうん大丈夫かなと思います。最後にちょっと神展開ということで、こちらの扇風機が神の使いおみくじでね、さらにちょっと一言いただきたいなと思います。頑張れ私の喉、頑張れ私の喉って言いながらやったら、私の喉に対してのね神のお告げがありそうなんで、ちょっと、はい、違う違う、よいしょ、おっと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 、あら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 、飛び出してきた、神様が飛び出してきましたよ。亀、あ亀いいんじゃない、亀良きですよ。ちょっと読みますね。潮の満ち引きを見極め、騒がず焦らず最良の時を待て、定めて幸、漢字調べてみてください。ほんとすみません、喉もバカになってて脳もバカです、すみません。ご利益がすごい、金運上昇、健康長寿、悪運退散、ごめんなさい、興奮してちょっと揺れちゃった、私の心が揺れてしまった。いやー悪運退散ってこれ素晴らしくない、ご利益、亀の
リアルカメでもいいんですけど、カメモチーフね、ちょっと見かけた時に幸せがもうグググッと寄ってくる気がするで、やっぱり健康もね大丈夫ですよ。ただね、夏はめちゃくちゃ暑いので熱中症対策はされてください。備えることにね、備えることはいいこと、心配しすぎてね、がんじがらめになっちゃダメですけど。ありがとうございました。すごい神展開が見れました。本当ね、お聞き苦しい声で申し訳なかったんですけれども、本当私今幸せが喉に満ちております。ありがとうございました。よきね、幸運日をお過ごしください。失礼いたします。